どうもつやです。今まではものづくりのマーケティングを中心にマーケティングフレームワークを考えてきました。しかしこれからはサービスを中心としたマーケティングも視野に入れたフレームワークを考えなければなりません。サービスマーケティングの大きなポイントはサービスというものに形がないということです。言い換えれば顧客体験を考えながら製品を知ったところから購入に至るまでの道筋を顧客の気持ちが一番高い状態であるいは低い状態にすることなく完遂させないといけないということです。なぜサービスマーケティングの観点が必要なのかというと、お客さんは最終的には製品から離れ必ず従業員と触れ合う場所があるからです。例えばサイトに来てから購入までの一連の流れで言うと、使い方がわからないなどなった時のカスタマーサポートの対応だったり、あるいはウェブサイトの UX そのものだったり、あるいは店舗で評判のプリンを買おうとした時の店員の態度だったり、あるいはホテルの予約から帰宅までの一連の流れの中だったりと、さまざまなシチュエーションで従業員顧客が触れ合う時間があります。いかに製品やパッケージが優れていたとしても使用時に体験が損なわれると台無しになります。皆さんも経験があるんではないでしょうか。例えばやたらと気が利かないウェイトレスがいたりしたら、いかに美味しいレストランであったとしても二度と行かないですよね。サービス業という括りで考えるんではなく、お客様が触れる全ての体験がサービスであると考える、その体験設計もまたマーケッターの仕事であると考える必要が出てきています。実際にお客さんと従業員が触れ合う時間というのは10秒くらいかもしれませんが、その10秒が大事であると言ったのが本書の著者であるヤン・カールソンです。この本は30年前に出されたものですが、テクノロジーが発達した今だからこそ実態として顧客が見にくくなっているなと感じます。改めてサービスとは何かを考えるきっかけになる一冊だと思います。では顧客の心を射止めるにはどうすればいいのか。真の財産は満足した顧客であると著者であるヤン・カールソンは述べています。ヤンは1981年史上最年少で CEO に就任し、真実の瞬間を社員に説き、経営危機に陥っていたスカンジナビア航空を約1年で黒字に転換した人物です。真実の瞬間という言葉は本来は闘牛の用語なんですが、これがビジネスにどうつながっているのか。ヤンは最前線の従業員の接客態度が企業の成功を左右するとしていて、その15秒を真実の瞬間と定義しています。この15秒というのはスカンジナビア航空において応接時間が1回平均15秒であったからだそうです。つまりこの15秒がお客様が企業を評価する瞬間時間ということになります。めちゃめちゃ短いですよね。ただこの15秒の間にお客様はいろいろ感じるわけです。もし従業員が失礼な態度を取れば、生涯その企業のサービスを利用せず製品を購入しなくなるかもしれませんし、 SNS でボロクソに言われて炎上するかもしれません。レストランでウェイターの態度が悪かったり、店員が不愛想で無機質な対応だった場合、もうそのサービスは受けませんよね。一瞬一瞬の出来事がお客様を離してしまう原因になるんです。そして業績が低下していくわけです。ではどうすればいいのか。本書によれば、まず現場へ権限を移譲することを掲げています。現場に真実の瞬間があるんだから、現場に権限を移譲した方がいいという理論ですね。問題が起こるたびに最前線の従業員が上層部の意向を確かめていたら、貴重な15秒が無駄になり、顧客を増やすせっかくの機会を失ってしまうとも言ってます。真に自分たちの会社を顧客の個々のニーズに応える企業にするつもりなら、現場からかけ離れた部署で作られた規則書や指示書に頼ってはならないということですが、心温まる態度でお客様を満足させれば、リピーターとなって生涯を通して利益をもたらす存在になってくれるかもしれません。ヤンが来る前の SNS は対応は事務的で、何か問題があるたびに客を待たせて上司に確認するという風土でした。当然ですが客はストレスフルですよね。着任後どうなったかというと、ホテルにチケットを忘れた客がいて急がないと会議に遅れると空港カウンターで相談したところ、しばらくしたらホテルから航空券が搭乗前に届いたという話があります。これは空港の係員がホテルに電話をし、リムジンを回してもらって手配したそうなんですが、顧客は SAS はなんと良い会社だと感動したと聞きます。要するに、顧客本位のサービスを展開するようになったということです。これも現場の判断だったそうです。いちいち上司に確認をしていたら、その人は会議に遅れてしまっていたことでしょう。次に、単純な言葉で説明せよ。これは、従業員の意欲を高め、秘めた活力を解放する上で最も大事なのは、情報伝達、説得、激励、つまりコミュニケーションというところから来ています。 SAS は働くスタッフ全員に対して小さな赤い本という小冊子を配布していました。これはコミュニケーションに役立ったとしています。
ビジョンやコンセプト共有のためにあらゆる手段を尽くしたんですね。誰でもわかる言葉、イラストを使用して一つ一つの仕事がなぜ重要なのかという理由を理解してもらったんです。ヤンには的確なサービスが提供されるためには明確な目的とビジョン、サービスコンセプトがしっかりと、そして心から理解されていなければならないと分かっていたんですね。自主性に任せると言って個々の判断に委ねてしまっていてはサービスの体系に統一性がなくなってしまいますし、価値提供も困難になります。こうして個々に自分のした仕事の重要性が分かれば活力とやる気がみなぎり、責任感も醸成されます。自分の責任で自走するということが可能になります。彼は冊子だけではなくメディアを通じて社員が主役であるというプレッシャーとともにメッセージを伝えます。ここで大事なのは顧客だけではなくスタッフにも理解してもらうための工夫を散りばめているというところです。またこれにあたってヤンはターゲットを明確に定めています。要は我々は誰に奉仕するサービスなのかということを明確にしたんですね。この場合はビジネス客でした。ビジネス客は出張が入ればすぐに飛行機を使います。まあ、なので世界一ビジネス客に好まれる航空会社を目指したんですね。まあ、なのでビジネス客にとって必要かどうかという基準でコストカットや増資を繰り返していくことになります。そしてこれを現場の従業員に伝えていくわけです。またフラットな組織作りをせよということもポイントとして挙げられます。社長や会長が一番偉くて新入社員は一番下っ端という従来の組織構造を否定しています。ジャンは社長が事業の主役ではなくスタッフが主役であるという大きな方向転換をしたんです。こうしたフラットな組織は現場に責任感とやりがいを生みます。やる気のない感じで接客はお客様に不快な気持ちにさせますよね。そこで働く従業員たちが笑顔でキビキビ働いていたら現場の雰囲気も明るく活気に満ちたものになるでしょう。また昇格の意味も再定義しています。部長や課長といった肩書きではなく何らかの重要な責務を課せられた時に真の昇格があると言っています。ただこれ日本だとやりがい搾取的な意味合いになりそうですね。こうしたことを根付かせるにはリーダーが手本を示さねばなりません。顧客サービスをする上でテクニックを見習うということはない。具体的なテクニックはリーダーの姿勢から自然と生まれてくるものであるという言葉があります。リーダーは部下を一人一人見ることはできませんが、部下たちはリーダーの一挙手一投足に注目しているものです。ですので優れた真実の瞬間を生み出すためにはリーダーの日々の働く姿勢が重要になっていきます。自分で考えて行動せよと日頃から口にするのに、リーダー自身が上司の顔色を伺って自分で決断できないようでは、最前線で働く部下たちもそれを真似してしまいがちです。模範となるリーダーシップがあって初めて組織風土に根付いていくのです。そんなヤンですが実は失敗もしています。改革を急ぐあまり中間管理職を無視してしまったんですね。その結果中間管理職は板挟みになってしまいました。上層部からはそれまでとは違う命令を下され、下からは権限を委譲してほしいと突き上げられる。いつしか彼らは抵抗勢力になっていきます。そこでヤンは中間管理職の役割を再定義します。これまでの現場の管理から現場のサポートというふうにしたんですね。現場が必要なリソースを確保する権限と目標達成の全責任を与えたわけです。責任を負う自由を与えたんです。その結果パフォーマンスを従前に発揮できるようになりました。こうして再建した SAS ですが、ヤンが去るとまた元の状態に戻ってしまいました。 SAS はサービスマーケティングを根付かせられなかったんですね。組織として継続できなかったということになります。その結果 SAS は業績も評判も下がっていき、国から補助金を得るということでなんとか延命しました。サービスマーケティングを実践するということは組織として本格的に取り組まなければならないことということは理解されたかと思います。皆様の組織はどうでしょうか。どこから始めていきましょうという方にはまずは現場の従業員を信頼するところから始めてみてはいかがでしょうと提案しておきます。